ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ浦和より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。はい、ボンドカーズ浦和のツッキーです。よろしくお願いいたします。今回ご紹介するお車がミニジョン・クーパーワークス GP2020 年式 21,100 キロこちらの車両になります。再びのミニノリと、はい、元ミニ専門店メカニックこの2人のコンビでお届けいたします、はい、でまず概要からなんですけど、はい、やってきました GP、はい、言わずと知れた世界3000台の車。なんか3000台って聞くと普段僕らが取り扱ってる車だとちょっと多めかな思いがちですけど、ミニだともうパイが半端ないんですよ、うん、だから日本だけでも年間2万台以上販売してたりとか、なんか全モデルらしいですけど、うん、SUV とかあとはクラブマンとか全部入れてるらしいですけど、まあ、2万台ぐらい売ってるそうですね。で世界だとなんか年間30万台とか販売してる。なので決して3000台って言っても多くない台数なんですよね、うん、そのうち250台だけしか日本に入ってきてないということで、はい、非常に貴重なお車、うん、そして歴代この GP といったらこのモデル末期を飾るもうスペシャル究極モデルですよね。ただ今回で3代目になるんですけど、3代目に関しては最後の最後じゃなかったんですよね、うん、1回目のマイナーチェンジいわゆる中期で出てきたスペシャルモデルということで、はい、この感じを見ると現行の4代目 GP だいぶ怪しくないですか？そうですねどんな感じ出るのかっていう、うん、まず。でモデル大体末期の方に出るじゃないですか。そうですね、はい、そうすると今ちょうどミニが出て、まあ、マイナーチェンジが4年後5年後ってなってくるともう2030年近くになってくるので、うん、もしかしたら出ない可能性もありますよね。単純にガソリンエンジンで GP っていうで歌って出せるのかな。もしかしたらこの GP3、うん、いわゆる3代目のこの GP が最後になるかもしれないということで、そんな貴重なお車を今回ご紹介いたします、はい、そしてですねまず概要から専用のボディカラーレーシンググレーメタリック、うん、標準カラーで選べないこちらの色ですよね、はい、なので絶妙ななんか紫色って言っていいんですか？ちょっと青みがかったっていうか歴代こんな感じのニュアンスの色ですよね、うん、ただ GP1 とかと比べちゃうと全然また違うよね。そうなんですよね。なんか方向性こそ違えどなんか濃淡は歴代こう違ったりするんですよね、うん、なんでボディカラー名も結構歴代違ったりするんですけど、そうですね、はい、3代目のこちらは、レーシンググレーメタリック、そしてあとは専用のエアロということで、うん、これも安定っすね。毎回専用のエアロつけてきますよね。そうですね。バンパーだったりだとかあとはこのフェンダー、こちらがなんとカーボンのフェンダー、しかもシリアル入りというでシリアルもこれペイントなんですよね。そうですね。なのでこれしか存在しないというか、これ交換って聞いたことあります？いやないですね。ないですよね、うん、多分交換するのも受注でってことですよね、本国オーダー、うん、でしかも車体番号とか車検証が必要になるやつですよね。じゃないとオーダーこれできないですよね。というわけでこちらの大型の他にないっすよね、こんなフェンダーつけてこんなねほんとね、はい、こちらのフェンダーもついてる、はい、でこれがついてることによって寸法も両方で 35mm ぐらいアップしてるということで1760まで全幅もアップしてると。でしかもこのカーボンがなんか i8 とか i3 作った時の端材を使ってるカーボンということで目がしっかりある感じ、なんかこう折り込んである感じじゃなくってこう端材をギュッてしたようなそんなカーボンのこちらのフェンダーもついてる。そしてあとは足元も専用、まあ、GP 専用パーツだらけですよね。そうですね。で通常は4本スポークの鍛造ホイール18インチなんですけど、今回は GP なんですけどさらにいじってあってレイズのこれ18っすよね、はい、はい、こちらのホイールが装着されてると。GP 結構改造する層もいらっしゃいますよね。最初はそんなにいないかなと思ったけど結構いるよね。そうっすよね、うん、まあ足回りだったりタイヤホイールだったり、うん、まあ定番なぐらい結構触ると、うん、でしかも乗れちゃうのもあって、うん、距離が結構飛んでる個体が多いということで、で今回まあ2万キロなんで、はい、まあギリギリかな。ランドクオリティギリギリ。そうっすね、はい、ということでこんな感じになってると。そしてあとはタイヤもそれに合わせて変更されているということで標準ハンコックのスポーツタイヤですよね、はい、で今回はミシュラに交換されていると。で気になるところとしては今回これ純正のホイールあるんですか？あります、はい、安心ですね。じゃあ安心です。というわけで、はい、まあ必要に応じて好みに応じて戻していただくっていうのも全然ありなのかなと、はい、あと奥に見えるブレーキも専用ですよね、はい、360パイでなおかつキャリパーもでかいのがついてると。でまあ距離なのか、まあ、保存状態なのかローター少しサビが出てますけど、なんか表面腐食してる感じではないんで、走ってしっかり踏めば大丈夫かなと。そしてあとは足回り、こちらももともと専用のダンパー、スプリング、あとスタビライザーもなんか専用のものがついてるらしいんですけど、今回はカーベンのバージョン3に交換されてると。でこちらは純正パーツはあります。あるんですね、はい、全部あるんですか。じゃあもしかして、はい、じゃあ安心ですね、そこも。なんでまあバージョン3っていうとカーベンのミニ用で多分一番上のトップグレードですよね。なんでまあ調整次第で、まあ、サーキットまで通じるようなハイスペックな足回りですけど、まあ、この辺も必要であれば戻していただいたりとかするのも全然ありなのかな。そうですね、はいはい、なので今回はバージョン3の乗り味ですけど、セッティング確認して市場で乗ってみたいと思います。そしてあとは横にはこういった大型のデカールが入ってたりだとか、あとミラーとかルーフのこのシルバーというべきか、なんていうんですか、グレーというべきか、グレーメタリック、これもなんか定番っすよね、はい、GP 歴代この組み合わせでやってきた、ね、こんな感じのサイドになってる。でこの辺しっかりピアノブラックだったりとか、ウィンドウモールもピアノブラックだったりとか、なんか後からオプションでも出ましたよね、この辺のパーツ出たね。というわけでかなり全体的に引き締まった印象になってると。で GP なんといってもかっこいいっすよね。そうですね、かっこいいね。なんかガレージにこれが止まってたらめちゃくちゃ様になりません？最初はコンセプトでこれが昔出た時にね、はい、うわってなって、そしたらほぼそのまます。ごいっすよね。だからね、びっくりしたよね、はい、こんな映えるエクステリアになってると。であとリアにも同じように大型のこのオーバーフェンダーがついてると。でこれまあもちろんそのワイドになる目的、トレッド広げる目的もあるんですけど、整流効果もあるということで、ただ一つ難点が皆さんご存知のところかもしれないんですけど、はい、とにかく石が入る、はい、この隙間の小石入る率半端じゃないですね。そうですね。でこれ入ってない車はないですね。ないですよね、そして摘出できないですよね、はい、これ脱着するしかないというわけで、まあ、この辺ちょっと使い方だったり必要なのかなっていう気がします、こんな感じのフェンダーがリアにもついてる。そして後ろも同じようにレイズのホイール、ミニなんでおそらく前後通しじゃないかなと思います。まあ純正より少しオフセットも出てるのかな、はい、こんな感じ。そしてリアは片押しになりますけど、同じように赤いキャリパーがついてると。続いて後ろに回ってきまして、はい、後ろもこのドデカウィング、はい、FF にこのドデカウィングが必要なのかどうかはわからないですけど、エクステリアトータルの演出なので。そしてこれ内側がおなじみのチリレッドなんですよね。チリレッドってもうミニで言ったら BMW ミニで言ったら外せないカラーですよね。そうですね、もう初代からずっと続いてる色ですよね。生き残ってるカラーですよね。ですよね、その赤が使われてると。で外側はこれステッカーっすよね。そうだね。でこっちはなんか違う赤で、なんかロストレッドメタリックっていうちょっと朱色に近いこっちの赤で、絶妙に違う色が使われてるみたいです。でこの辺の気になる、まあ、風切り音とかするんですか？そんな感じない気がするんだけどな。なんか歴代の GP とかジョン・クーパーワークスのウィングのイメージだと、なんかヒューっていう音がする感じのイメージですけど、この辺は乗ってみたいと思います。そしてあとは中期型ということでおなじみのこのユニオンジャックテール、これご存知の方も多いかもしれないですけど、左右でデザインが違うんですよね、このユニオンジャックのイギリスの国旗デザインなんで、この太い方と細い方が左右でちゃんと入れ替わってる。これ出た当初本当に登録できるのか問題がなんかちょっと一瞬ざわざわってしましたけど、というわけでこの辺の透過類の確認もこの後してみたいと思います。であとはリアのこのスポイラーというかバンパー下側、こちらも専用になるということで、はい、これちょっとディフューザー形状になってはいるんですけど、蓋はされてるんでしたっけ？あ、蓋はされてないんですよね。はい、というわけでこちら。そしてあとはもう一つ、ジョン・クーパー GP に限らず全部ミニ共通の問題、この樹脂パーツが白くなっちゃう問題、はい、これいろんな溶剤が出てるんですよね。そうですね、はい。月村さんおすすめは何ですか？いやー、なんだろう、スーパーハードですよね。かな、まあ、安定のワコーズさんのスーパーハード、はい、その辺使っていただくともう新品のような黒々した樹脂パーツに戻るということで、まあ、そういったものもいろいろ取り扱ってますんで、まあ、購入後ご相談いただけるといいんじゃないかなと。そしてあとはマフラーも専用のこちらのマフラー、中期以降なんでGPF ついてるやつですよね、こちらのサウンドもこの後確認してみたいと思います。そしてリアもう1点、こちら後付けでバックカメラがついてると、はい、今時バックカメラがついていない、 GP はついてないですからね。そうですよね、はい、あれオプションでも選べなかったんですよね。オプションでも基本選べないです、ね、なるほど、はい、というわけで後付けでバックカメラがついてちゃんとセンターのディスプレイに映るようになってるということで、こんな感じになっております。続いてインテリア見てみたいと思います。で、鍵の方、なんか鍵紹介するの久しぶりなんですけど、はい、今回アクセサリーの鍵に変えてあるということで、これ外側だけが入れ替えられるんですよね。そうですね。はい、こちらの金属製のこちらになってると。そして開けると、はい、内装はこれおなじみの2人乗り、歴代ずっと2人乗りっすもんね。そうですね、はい、というわけで鉱石が省かれたこちらのインテリアになってる。で、鉱石がない関係でこれ多分トランクから見た方がいいと思うんですけど、マイナス30キロほど軽量化にもつながってると。で、シートの形状に関してはこれジョン・クーパーと一緒なんですけど、ここは一言物申してもよろしいでしょうか。はい、歴代ずっとレカロだったじゃないですか。はい、レカロが良かったです。そうですねシートは GP 専用のシートは、そうですよね。もう初代から見てきてるとそういうイメージですよね。はい、ただご安心ください。ボンドグループレカロを取り扱ってますので、そうですね、はい、アフターになりますけどレカロにすることも可能と。そしてダッシュボード側は、ステアリングが専用のこちらのセンターマーキングの入ったステアリングになると。で、これもなんかアルミの素材っすよね。そうですね、はい、でパドルも専用のパドルになるんですけど、これなんか金属 3D プリンターで出力されたこちらの少し大型化されてるんですかね、こちらのパドルになると。あとはメーター類なんかはまあおなじみですけど、表示が GP の表示が出るこちらのタイプの表示になってると。で、あとは、モード切り替えのボタンが削除されてるということで、言ったらポルシェの GT3 とか GT3RS と一緒ですよね。そうですね、はい、モードっていう概念が存在しない。気になる走りの方はこの後乗ってみたいと思います。続いてドランク見てみたいと思います、はい、前でも触れた通り2人乗りということで、はい、鉱石が全部削除されてる、シートベルトも全部削除されてるというわけで動画になってるんですけど、このターバー、正式名称リアロードプロテクションバーっていうらしいんですけど、これが追加されてるというわけで、まあ、その分荷物は詰めるまあそうですね怪しいですけど、まあもともとミニでフル乗車ってもあんまりされてる方いらっしゃらない、ね、はい、これはこれでかなりいいのかなと。うん、というわけでトランクもこの蓋がないんで少し下がって容量も増えてますし、そしてこの下にはパンク修理キットだけこんな感じで入ってるということで、割とこう使い勝手悪くないんじゃないかなっていう、うん、はい、こんな感じのトランクになっております。続いてエンジンルーム見てみたいと思います。エンジンの方が 1998cc 直4ターボ、馬力の方が306馬力ということで、これ標準のジョン・クーパークスが231馬力なんでかなりアップしますよね。そうですね、300馬力オーバー、うん、でトルクの方が450ニュートンで、これに組み合わせるミッションの方がハスグオートマ、ただクーパー S と違ってトルコンのオートマになるんですよね。なんかそれ受け止められるトルクの量によって違うみたいです、うん、というわけで、トルコンのハスグオートマと組み合わせてる。あとはトルセンの LSD も搭載してるということで、走りというかその辺なんかもググッとアップしてると。そしてニュルなんと8分切りだそうです、はい、FF8 分切りって結構早いじゃないですか ね。たまに動画で見ますけどね、早いそして0 100 5.2 秒ということで、まあ、これに関してはやっぱりトラクションが FF なんで、うん、そんなにびっくりする数字じゃないですけど、なんとマックス265キロです、うん、つい先日仕事で富士スピードウェイ走らせてもらって、はいはい、海燕で230ぐらいまで出したんですけど、海燕でも結構怖かったですよ、うん、サーキットでも。それがこのボディで265キロっすよもう気狂ってるレベルの、ちょっと味わってみたいですね。そうですね、はい、そんなポテンシャルがある車になってる、うん、で細かいところで言うとターバーがしっかりついてたりだとか、なんかこれちょっと出典不明だったんですけど、オイルパンもなんか専用のものを使ってるらしいですよ。要は G がかかってもこうオイルが寄らない、ちゃんと多分こう仕切りがついてるやつだと思うんですけど、そういった細かいところも専用のパーツがついてると、こんな感じになっております。続いて灯火類見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。いきましょう。はい、はい、そしてですね、ちょっと内装が軽くだったんでプラスアルファで触れとくと当然この赤いシートベルト、はい、そして調整は全部手動ですよね。うん、そうですね、はい、前後もリクライニングも全部手動、はい、で高さ調整できるんですけど一番下まで下げても結構高い、ちょっと高いかな。そうですね、うん、だってミニ全部手動ですよね、うん、ハンドルも手動、そうですね、はい、チルトとテレスコ全部手動、はい、そしてメーターはこんな感じで GP ロゴがここだけ入る、はい、はい、そしてあとは思うんですけどメディアがちょっと弱いかなと思うんですよね、ミニ。そうですね。というわけでバックはこんな感じで、はい、ちゃんとステアリングが表示されるやつついてると。ちょっと要確認ですけどいろいろ足したりもできますよね。そうですね、うん、おすすめはミラーリングです、うん、そうすると携帯と同じものが表示できるんで、はい、Google マップとかあと YouTube とかあと最近だと Netflix なんかも見れたりとかそういうのもたものもミニ結構ないものはどうにかなりますよね、全部どうにかなる、うん、後付けで、はい、で今回の車はレーダー探知機とドライブレコーダーが付いてると。ただレーダー探知機はちょっと一言物申していいでしょうか、うん、ちょっと OBD からデータと多分電源取るタイプじゃないかな。電源はちょっと別かな。でなんかこれ車あとは個体差なのかな、中にはなんかエラー拾っちゃったりとか、うん、なんか車の調子がっていう車もなくないみたいですね。でおそらくこれつけて使ってたんで大丈夫だと思うんですけど、心配される今後そういった症状が出るんであればこれはちょっと電源取り直すか取りで外すか、そうですね、取り外すか検討されるといいと思います、うん、あで今回途中でも触れましたけどカーベの車高調になってると、はい、でバージョン3なんで伸び縮み調整できるタイプなんですけど、うん、一応伸び側が3段戻し、縮み側が9段戻しでした、はい、なので少し硬い気がします、うん、特に伸び3段戻しだいぶ硬いんじゃないかなっていう、うん、まあ一応バージョン3だとその辺細かく設定できるんで、そうですね、まあ自分でいじくりたい人は楽しいですよね、うん、高速乗る時ちょっと締め上げてみたいな、街乗りする時はちょっと柔らかめで。さあ参りましょう。 GP 久しぶり？久しぶりですよ、うん、そしてこのブレーキ鳴き、うん、はい、ちょっとローターが錆び出てるのもあるんですけどこのドデカブレーキなんでジョン・クーパーの標準のやつもブレーキ結構鳴くっすもんね。そうだね、結構言われたっす。さらに鳴くよね。そうっすよね、うん、あ結構硬いなやっぱり。そしてタイヤも今回標準じゃなくてミシュランになってるということでちょっと乗り味は標準のとだいぶ違うと思うんですけど、いきます。あ速い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 あーこんな感じだったっす。いや楽しいなやっぱりミニ。あと何にも書いてなかったんですけどステアリングもなんか若干違う気がするんだよな、うん、セッティングがちょっと重い気がするんだよな。スポーツモードに入りっぱなしだからですかね。ああそうなのかもね、言ったら、うん、モードないけど多分スポーツモードと同じとかそれよりのセッティングになってるじゃないですか。本来ここでしたっけこっちでしたっけ、うん、ついてるのがなくなってると。あとは途中でも言いましたけどやっぱりマニュアルが良かったな。そうね、設定で出してほしかったよね。そうですね、まあ日本の限定で日本で出す時に、はい、マニュアル何台、はい、まあオートマ何台みたいなね。ああ細かい結構こういう振動を拾うんでもう少しサスペンションに関しては煮詰めた方がいい気がするっす。いや楽しいっすよ、だいぶ楽しいっす楽しいよね、だいぶ楽しいっす。まあシートもこれ悪くないんだよね。そうですね、そうなんですよ、ミニ結構ホールドがいいし、ね、そう、うん、スポーツシートいいし、ただ GP だったら GP のレガロが欲しかったんで、ね、そうですよね、ワンツーでレガロできちゃったじゃないですか。そうね、うん、そしてもうステアリングは独特っすやっぱり、うん、少し重ためだし、そして FF なんで割とトルクステアって言われるっすけど、うん、いろんな電子制御も入ってるんで参ります。本当にわずかにですね、最初書くときにこうグググって少しそのぐらいなものでだいぶ乗りやすいっす。いいな楽しい、楽しいよね、はい、そしてブレーキはそうですね、やっぱりこう鳴くというか容量大きくってそういうブレーキ鳴きとかのまあ影響はなきにしもあらずですけど、うん、その分やっぱり効く、うん、そしてすごいコントローラブル、うん、使いやすいですよね。だこのサイズでこんだけブレーキが効いてって車他多分あんまりないと思うんですよ。そうだね、対抗のこのドデカキャリパーついてって。だってワーゲンの結構GTI、うん、結構比べられるけど、またちょっと方向性違いますよね。そうだね、全然。特にワーゲン今 GTI より R の方が元気ですからね、うん、でミニ3ドアに関しては4駆出さなかったじゃないですか結局。そうだね、出さなかったよね。そして気になる風切り音は法定速度だとわからない。そうだね仙台ミニのジョン・クーパーの羽分かります？うん、うん、あれ初めて乗った時僕びっくりしたんですよ、うん、ずっとピューってどっか窓でも開いてんじゃねえかなと思って、そしたらそうじゃなくてウイングの風切り音だったっていう。高速ちょっと乗ってみたい気がしますね。そうだね、どんな感じなのか。そしてですね、そうだ、何でしたっけ、グランドツアー、うん、知ってます？車の番組の、はい、はい、ジェレミー・クラークソンでしたっけ、うん、はい、おじさんがなんかこの GP を乗せたらしいんですよ、うん、もうすごいこれ多分動画もあるし、それをなんか日本語訳してるサイトもあるんで、うん、興味のある方見てほしいんですけど、めちゃくちゃ酷評してるんですよ。ああ、そうなんだね。そうこのフェンダー意味あるのみたいな。でこの後ろの補強もこれだけじゃないですか、はいでめちゃくちゃ酷評してるんですけど、ウイングも、うん、こんなウイングつけても大体 FF でリアにウイングつけて何の意味があるんだよみたいな、うん、そうリアのトラクション稼いでもしょうがねえだろみたいな。でめちゃくちゃ酷評してるんですけど、今年乗った車で一番楽しかっただって馬力もだって FF で300馬力っすよ。そうだね、だ一説によるともうなんか FF のそのトラクションの限界、まあ車重もあるけど、うん、なんか200馬力ぐらいって言われてる説もあるじゃないですか。それ以上ももちろん出せるし、出せば早いんだけど、その効率はどんどん落ちていっちゃう、うん、一番効率よくっていうかロスなく使える馬力は FF200 馬力ぐらいっていう説があるんですけど、うん、それをだって 1.5 倍の300馬力ですよどこまで使えてるか分かんないけど、やっぱりちょっとこうアンバランスな方が楽しいというか、個性的な方がやっぱり楽しいですよね乗ってて。そうね、うん、特に FF だとね、こう馬力上げて、まあ、軽量化してってなるとなおさらね。そうですね、うん、トラクションとちょっと矛盾したこともやらなくちゃいけないですからね。そことは離れていくような形になっちゃうからね。だからこれが新車で当時標準のジョン・クーパープラス100万ちょっとでしたっけ、うん、で売ってたってすごいっすよね、うん、そうね。このパッケージで100万ちょっとだしこれになるのみたいな。だから中古車相場もすごい安定してますよね。安定してますね、はい、確かに高値安定、うん、ただ逆に本当に高く新車価格が高くなさすぎた、うん、し、まあ、車のキャラクターもあるし台数もまあ240台決して多くはないと思うんですけど、スーパーカーみたいな感じではないんで、うん、割とこう乗られてる車も多い。そうだね、だから距離飛んでるのなんかザラっすよね、うん、あるある。欲しい方はもうぜひ。いやちょっと短い試乗でしたけど楽しかったっす、うん、あやっぱいいなっていう、ね、うん、よくできてる、うん、やっぱりメーカーがちゃんとなんか本気で作るというかお金かけて作った限定車って楽しいですよね、うんうん、っていうかモード切り替えなくす前にアイドリングストップをなくしてほしい。そうね、はい、むしろこっちいらないよね。なくすのこれだろってまあいろんな大人の事情を感じますはい、マニュアルがないとか、うん、シートがレガロじゃないとか、はい、いろんな大人の事情を感じるんですけど、それでもすごくあそこシリアルとか入ってたりとか、ね、しかも3000台で2735だからだいぶ後っすねこれ。そうね、でしかも続き番号で入ってきてないですよね日本。そうっすよね、全然バラバラっすもんね、うん、2000番台で多分バラバラじゃねえかな。多分1000番台って見たことあります？いやないな。ないっすよね、大体2位で始まってるっすよね、うん、そうね、そんな気がする、わかんないけど。これも 3D プリンターですよね。そう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 。買っちゃいます？いやいいよね。でも3代目買ったら僕コンプリートになっちゃうんですよ。初代買いました、2代目買いました、3代目どうしますかって。まあ4代目今出てますけど。持ってていいよね。そうですね。1、2、3持ってる人も多分いるんだろうね。ああいるでしょうね。うん、僕もお金無限マンだったら揃えたいもん。うん、はい、ガレージに並べたい。そうね。はい、もう1、2ないっすもんね。うん、いい答えが。はい。3探されてる方は今ですよ。そうだね、はい、ありがとうございます。じゃあ最後になりますけども、はい、久しぶりに乗るとめちゃくちゃ楽しいですね。そうですね、楽しい。 FF のこのちょっとトルクステアな感じだったりだとか、うん、ゴーカートフィールなんてよく表現される乗り味、うん、ミニは3ドアがやっぱり 確かに主役な感じしますよね。はい、そして僕のちょっと肌感なんですけど、そろそろこう選べる時期が少なくなってきたかなっていう、うん、選べる個体が少なくなってきたかなっていう感じしますよね。はい、まあ発売から4年5年で多分おそらく最初の車検取られて、まあ、2回目どうしようかな、もしくは2回目受けたよっていう車がなんか今市場に出てきてる感じしますよね。はい、でこれを過ぎるとだいぶ少なくなるんじゃないかなと。でやっぱり GP2、 仙台 GP2 ってもうほぼ流通してないんですよ。してないですね。探してるんですけど見つからない。オークションなんかでもあまり出てこないということで、なのでこういった車、気になる方は早めにお問い合わせいただいた方がいいかなと。お願いします。でやっぱり GP を得意としているボンド浦和、特に月村さんですから、今ならなんと選べるんですよね。はい、実はもう1台あって店舗に2台ありますんで、そんな車屋さんも多分そうそうないと思います。そうですね、ミニ専門店ならまだしも、ミニ専門でないのに2台もあるということで、まあその他探してる条件だったりとかあればご相談いただけると、ミニ各社頑張って探してきます。オーダー車として探すこともできると思いますので、ぜひご相談ください。というわけで今回はミニジョン・クーパーワークス GP をご紹介させていただきました。車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。